レオ、お前に言いたいことがある。なんだフィン、金なら約束の分以外はやらんぞ、働け。なになになに、またいざこざ。喧嘩はやめて。クリス、あんたは黙っててくれ。おいレオ、普段散々俺とかクリスの能力をバカにしてるけど、お前の方こそどうなんだよ。ほう、俺の思考の能力に難癖をつけようというのか。ダイヤの7、ネバーノーダラス、最強かつ最高に便利な能力だ。自分の金と交換して等価のものを出現させる、だったっけ。つまり遠隔ショッピング能力だな。その言い方だっせ。よかったな、お前たちのような貧乏人がこの能力だったらパンの一つも出せやしないだろう。よしクリス、困難な状況を言ってみろ。その全てを俺のネバーノーダラーズで突破してやる。オーケーボス。何何何が始まんの。シチュエーションは、上空3000メートルから投げ出された時。落ちる。このままだと地面に叩きつけられてしまう。ピンも落ちてるよ。あ、俺も落ちてんのか。うわー、死ぬー、助けてレオ。落ち着けお前ら、全ては金の力で解決できる。プレイ、ネバーノーダラーズ、パラシュート。パラシュートなんか出したってうまく操れるかわかんねえだろ。俺は英才教育を受けている。お前ごときが想像できる範囲のことは基本的に全て習得しているんだよ。じゃあお前はいいとして、俺とクリスはどうするんだよ。ぺちゃんこになるだろ。フィンは空中でキャッチして助ける。クリスはカロリーズハイで治るから放っておいて地面で合流する。俺も助けてよー。